はい、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。軽く酔ってきたのもあるのと、うん、日々の疲れからちょっとあんま舌が回っておりませんが、そうですね、今日ジュンさんやばいですよね、なんかもうボワーっとしてしちゃってます、うん、じゃん、おワインです。珍しい、なんかオレンジって珍しいよ、うん、そもそもこれ白ワインなんですけど、うんうん、なんとですね、ランボルギーニさん、ランボルギーニワインです。噛んだ噛んでる、まあ、噛んだよね、ちょっと噛んでるね、ちょっと噛んでるね、まあ、噛んだぐらいがイメージ、うん、なんだろう、こう強いんで、はい、すいません。袋も見て、袋もおしゃん、おしゃんでしょ、お土産にいいでしょ、うん、確かに、そう、こういう風にね、すごい、うん、スーパーカー、うん、ランボルギーニ創業者の生誕100年記念ワイン、でこのね、チェンタンニっていうのが100年という意味らしくて、チェンタンニって入ってます。なるほど。あ、イタリア語で、うん、そうそうそう、チェンタンニ、そう、100年。味は酸味甘みのバランスよく、ブドウのタンニンがしっかり感じられる芳醇な味わいで、ベリーの香りといい香りです、プラムも感じられ、フルーティーですって書いてありますね、うん、どうですか、香りはフルーティー、いや、これ私すごい好きな、あー美味しい、美味しいよね、うん、めちゃくちゃ美味しい、よし、なんかこの白ワイン美味しいわ、美味しい、ちょっとこういう辛めのお料理とも合う感じ、うん、ということでこの白ワインを飲みながら語らおうと思います。はい、来年海外に行けるかな、2022年、これはもう2022年、うん、ました、大丈夫です。海外一発目どこ行きたい、いやーでもどこだろう、でもハワイ行きたいよね、行きたい、ハワイ行きたい、私ゴルフするなら、うん、ハワイやけど、うんうん、マジで韓国に行きたい、私も、うん、私もほんまに本当に韓国行ったらめっちゃ楽しい、うん、行きたい、うん、真夜中にさ、ショッピングモール行って、うんうんうん、帰りホテルまで帰ろうと、タクシーが捕まらへんくて、うんうん、全然おらんくて、でもゆっこは韓国語わかるから、うんうん、バスで帰ろうってなったんよ、うんうん、でもあんなん、うん、韓国語わからへんかったら、うん、タクシーを待ってまうやん、そこで、うんうん、めっちゃ寒いしさ、そうだね、寝冬西がついたもんね、やば、そうそうそう、マジか、だってもう夜とかやとマイナス何十度とか、そうそうそう、もう奇跡的にバス見つけてね、そう、ホテルの近くまで、ホテルの近くにバス通ってるみたいな、そんなんもう絶対私らだけやったらバスに乗るっていう考えもそもそもないから、うん、なんか怖い感じするしね、でもいかにタクシーでぼったくられへんかっていうのだけを気をつけててんけど、うん、ね、ぼったくられやすい、日本人と分かっていない、すぐぼったくってくるから、マジか、うん、じゃあ開けてたらね、海外とかもなんか面倒くさくなければ1泊2日とかでも行けるもんね、全然行ける、全然行ける、韓国1泊とか全然行けるよ、ね、全然行ける、ほんまに欲しい化粧品がありすぎて、ね、もうアイシャドウとか、うん、日本で買うことないぐらいの、へ、絶対向こうで爆買いして帰ってきて、うんうんうん、こんな日本の化粧品ばっか使ってるのめっちゃ久しぶりやもん、へ、そうなんだ、でも韓国でさ、みんなさ、なんかちょっとプチ美容みたいなのやるじゃん、うんうんうん、まあ、日本で増えてんじゃないの、やる人、そうだから韓国でやってて今行けないんで来ましたって人いっぱいいたよ、うん、あ、やっぱそうなんだ、うん、儲かってそう、まあ美容クリニックが儲かってんじゃうかな、うん、ね、免税店行ったらこう、うん、ここら辺に包帯してる人めっちゃいる、マジいるいるいる、びっくりしてるね、めちゃめちゃ、なんか包帯ぐる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 、うん、中国人の人とかも、そう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 、めっちゃめっちゃ多いよ、うん、そうなんだ、そのまま普通に出てんの、日本やとありえへんよね、うん、うん、みんな隠れてるじゃん、うん、結構街中とかでも普通にある、うん、ほんとに、そのまま普通に居酒屋にいるよ、すごいよな、あれほんとに、へー、うん、隠しもせんのかみたいな、うん、まあ、ちょっとムキムキのイケメンがいっぱいいるよ、そうそう、向こう平気あるからね、うん、ほんまに楽しかった、マジで、あ、めっちゃ面白かったね、で、なんか、うん、まあ、4人で行って、うん、まあ、みんなで泊まったんだけど、うん、なんか見たかもインスタ、ま、で、いろいろあって、ちょっと夜中に便器詰まったんよ、詰まったマジでいろいろあったけど、いろいろあって、ちょっと夜中便器詰まって、うん、ちょっと向こうって下水弱くて、あ、そうなんだ、詰まりやすいんよ、うん、で、便器詰まって、で、私便器詰まったって韓国でやっぱ多いから、そのやっぱね、うん、あの言葉もわかんのよ、便器が詰まったって言われる、うん、
あそこ電話して便器詰まりましたってそしたらもうあのすっぽん持ってマジかあホテルのねホテルマンが来てちょっと失礼しますズッポツ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 ッポほんまになんか水系弱いよなマジでシフォンってだからほんまにすごいと思う、うん、なるほどねマジでその辺の衛生面でやっぱさなんか水回り綺麗やなってあんまり思わない水回りは綺麗じゃないかな、うんうん、だからあっちで水飲まへんの絶対、うんうん、ああそれはもう絶対ダメもう絶対ペットボトルでしか飲まない、うんうんうん、そっか、うん、氷とかもダメだもんね海外とかね、うん、ねタイ行った時すごかったもん、うん、まあすごかったとか毎回なんか暑いやん、うん、でも冷蔵庫とかもなんていうか弱いというか、うんうんうん、結局氷で薄めたいけど氷も怖い水が怖いから、うんうん、言うそうだよ氷ダメっていうもんね若干ぬるいビールをひたすら飲むっていう、うんうん、確かにタイで氷で当たったことあるジュお腹よく当たるもんね、うんうん、もう10日間ぐらいやばかったやばいやばいお腹弱め、うん、お腹弱め、ね、お腹弱いから、うん、絶対もうダメ氷とか、うんうん、いつ行くいつ行けるの絶対さまたさ今新しく出てるか何うんオミクロンあオミクロンあれでさまたなんだかんだで、うん、なんか、うん、22年も結局海外とか難しい気するんだけど、うん、隔離あったらよく確実に行けないじゃん無理だもんねホテル隔離がさ今一応あるけど、うんうん、ゆっこは来年もその今の仕事続けるんですかえ、うん、今のところは、うん、多分普通に続けると思いますがでも分かんないよ、うん、何があるかは分かんないですけど今のところはまあ続けようと思うけど仲いいんだよみんなうんうんそう職場のメンバーすごい仲いいからでもゆっこいつも仲いいじゃんあ確かに確かに仲いい常に人と仲いいよ、うん、人とって誰やけど、うん、仲いいじゃん、うん、なんかあんまそのなんか嫌いとかもないじゃん、うん、全くないよね、うん、気なくない、うん、いやあるよあるの全然あるよある、うん、たまに聞くと珍しいなと思う、うんうん、美味しいです、うん、このワイン美味しいよね、うん、美味しいそしてグラスもすごくなんかおしゃんなんです赤と白両方いけるっていうグラス、うん、へえ、ね、赤よ白よみたいな、うんうん、何やもう両方止めるよみたいなちょうどの間のやつ妹が誕生日プレゼントに、うん、なんかゴルフの目標とかありますか目標はうんレギュラーっていうかベスト更新できたらいいなぁと思います、うん、85だっけうんうわ、ん、切れそうじゃないいや今の自分の感じでは全く切れる気がしないない85ってことは4243だね85切り選手権でもそうなってやっぱね練習がなくても私ダメだはゆっこしかもそのメンタルあるよね、うんうん、最近練習してないしから始まるじゃん、うんうん、諦めから結構入っちゃうもんね、うんうん、でもやっぱあるよね練習やっぱなんかね単純に以前に比べたらめっちゃクラブを触る回数がかなり減ってるから、うん、そうだよね、うん、それはそうだよねジュンはやらなくても安定してうまいけど私はやらないと下手なんだと思う、うんじゃね、うん、私は諦めてないから私はね、諦めてないの、うん、あーとかやっても結構ミスはでもやっぱ練習しないと出る、うん、けど、うん、まあでもね、バーディーは出づらくなるよねやっぱミスが多くなると、うん、チャンスが入るもんなそうか、まあ、ちゃん単純にアプローチパターは異常に上手いからそう、異常に上手いよそこでごまかしてるそう、もうそうそこでちょっとミスってもさそうねミスってもグリーン周りでさフフーってやってパーじゃんわかる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 うちのなんか目標あるもんうんどうしよっかなどうしようかなどうしようあんのかよなんだろうなリンゴルフのチャンネル登録数を増やすうん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 、うん、方が楽しいかもしれない、うんうん、スコアってよりかは、うん50万人おぉえ、何倍 2倍以上 2.5 とか、うん、ですけど、うん、でもそれには
お二人の力が必要なの。いやでもさ、なんかいろいろ変わって、うん、まあ、今2年経つか、俺あもう変わってから、うん、もうそんな経つよね、そう絶対経つじゃん、うん、でなんかまあゆっこもさ、うん、に脱ニートしてしまい、うん、まあね、うん、撮影もなかなかできないし、うん、まあゆいちゃんもお仕事忙しくてなかなか撮影できないし、うん、みたいな、うん、私も一応他の仕事もやってるから、うんうん、なんか大変だしで、うん、まあ、いろんな企画とかをやってみたりしたんだけど、うんうん、やっぱりなんだろう、なんか違うなみたいなの、うん、がずっとあったって感じ、うんうんうん、で今年からは、うん、まあ、ゆいちゃんにもゆうこにも LINE したけど、まあ、そんな感じでやっていけたらなと思って、うんうんうん、動きたいなっていう感じです、うんうんうん、っていう感じです。これ美味しくない？美味しい。これもう普通に家に買っとこうかな。普通に買えるの？買える買える買える。でもこれ本数もう限りある。そうかも。聞いてみる。うん、100周年でね、ね、何本作ってるか分かんないけど。確かに100周年だからね。まあ他にも何種類かあって、多分今回はこの100周年のやつを送ってくれたんだけど。うん、でここに行きたいって言ってました。畑に。どこ場所？イタリア。イタリアテストですか？イタリアテスト。イタリア、そう。多分言ったらいけると思うから。イタリアのどこなんですかね。痛い。私痛いよね。行ったことないです。朝からワインに畑飲んでから。畑見てさ、わ、うん、ーとか言ってさ、樽、うん、からこう樽から出てくるか分かんないけど、うんうん、そういう風に作っ、そういう風に作ってないと思うから、樽、うんうん、見て、うん、ワインを。うんいいね。いいね。もう試飲をいっぱいして。いいな。それやろう。うん、それやりたいな。韓国、イタリア、うん、お酒見に行くかい。うんうん、あと何？ハワイ。ハワイ。ハワイ。はい、と、あとあの竹内さんとかに。あ、ロス？ロス、うん。カリフォルニア。タイとかもいいけどね。あ、タイも行きたいね。夜の街にもいっぱい行く。あ、私あのつくつく。トクトクトク、あ、トクトク。え、乗ったことある？あるよ、うん、マジ、うん、乗ったことないから乗ってみたい。タイはもう絶対に私が一番行ってると思う。間違いない、ゆいちゃんがめちゃめちゃ行ってる、うん、タイはゆいちゃんに任せて、うん、え、タイは最高ですよ、うん、すごいいいね、めちゃくちゃいいけど朝一から行かなあかん、絶対暑いし、暑いかな、なんかね、道が異常なぐらい混む。あ、そうなんだ、ガタガタだし、うん、高速がそう違うと、なんかあのなんか赤いみたいな感じ。へで、タイの人は速度とかも全然車走らないけど、それでももう動かへんってなっちゃうから。あ、そうなんだ。だ、朝行って昼過ぎぐらいに帰って、うん、マッサージ行って。あ、そうだね。ちょっと夜ご飯行って。そうだね。マッサージは大事だね。安いし、うん。いいね。なんか本当に。コロナがそうじゃなければ、ね、行きまくりたいのに、うん、もう Vlog みたいな感じでさ、ね、うん、動画とかさ、もうずっとこうやって撮りますとかじゃなくて、うんうん、今回しちゃおうみたいな、うん、見てみてみたいなやつやりたい、うん、ぶっちゃけ、うん、なんかかしこまったとかじゃないね。ちょっと、まあ、全然脱線しちゃって、もう脱線しかしないもう、ちょっと、ちょっと中途半端かもしれないですけど、もう酔っ払って。めっちゃ中途半端めっちゃ中途半端もう放送事故みたいになりそうなの。ただの放送、放送事故みたいになりそうな。もう一生ピーしか流れない。ちょっと、撮れなくが心配ですけど、多分喋ったよね、結構ね。喋ったん、でも、でも閉まってない。閉まってないね。うん。じゃあ、今年は、まあ、この、うん。ゆいちゃん、ゆっこ、はい、私を中心に、うん、まあ、動画を作っていきながら、うん、新しい企画を入れていくっていう感じで、うん、はい、ちょっとやりたいなと思って2人にお願いしたんですけど、はい、まあ、それまであんまりなんかこうそこまでお願いしなかったじゃん、がっつり、うんうんうん、でなんか負担かけたらまずいな、良くないかなと思っていろいろこうやってたんだけど、うん、でもやっぱ違うなと思って、うん、今年はそういう風にやりたいなっていう
気持ちでおります。はい、はい、おります。どうですか。はい、今年は、まあ、去年は私も、うん、まあ、ちょっと社会復帰というか、そう、ね、社会復帰しちゃった、社会に貢献、ね、それもあるわ、それもあるから、そうね、で、うんうん、まあまあ余裕っていうか、まあないし、そうね、正直、うん、もうゴルフとも結構離れた、まあ、うん、前に比べたら、うん、今も、まあ、ね、もちろん週に1回2回ラウンド行ってるけど、うんうん、でも私的には結構離れたんですよ、うん、そうですね、そう、そしたらどうよ、どんどん下手くそになるから、最近ちょっとやばい。なんか楽しいんだけど、でももうちょっと、うん、うまく回った方が楽しいし、うんうんうん、もうちょっと、まあ、社会人 OL ゴルファーとして、はい、こう、うん、なんかもっと近いものをね、はい、お見せできたらいいかな。確かに。ゆいちゃんどうですか。私は今年はちょっと頑張って、うん、月1はラウンド行きたいよね。あ、そうね、うん、確かに。なんだかんだ結構あの私はやるやる詐欺が多いんで、そう、やろう行こうみたいなまでは言うんだけど、うんうんうん、まあ、体調とかもあるし天候とかもあったりとかして、そうね、そうね、今年、あ、去年なんか、まあ、飛んだもんね、1回か2回ぐらい飛んでるよね、天気で、うん、そう、うん、今年はこうなんかこういろいろね、ラウンドして、うん、なんか前言ってたベストスコアを狙うとか、うん、見てもいいし、ゆいちゃんフューチャーズトーナメントに出るっていう、あ、見たい、出ようと思ったらね、ちょっと本当に練習しないと無理だ。いや行こうよ。いや本当にやるんだったら絶対離れてほしい、カメラも、うん、そうだよね、純ちゃんって分からないようにしてカメラ追っかけていたらしい、うんうんうん、気が緩んじゃう、緩まないって50枚かかってんだから、結構、ね、緩んじゃう、なるほどね。じゃあ私キャディやるわ。もっと緩むわ。じゃあ風で。よくこのラインどう？風って。わかんない。やばい。ダメよ、ゆいちゃんにちょっと出てもらいたいなっていうのと、うん、まあ、去年もすごい、まあ、動画がやっぱ結構キツキツで足りないって言って、ちょっと明後日来週って言ってすぐで対応もしてもらったりとかして、うんうんうん、本当にご協力いただいたんで、あのもうちょっとなんか計画的にできたらいいなと思います。そうだね、はい、来年、今年ね、今年、あ、はいはいはい、はい、今年ね、はい、今年ね、うん、まあ、酔っ払ってきましたから、うん、こんぐらいにしとかないと本当に暴れちゃうんで私たち。てかさ、今日さ喋ってて思ったんだけど、ゆっこが来る前2人で さ,、うん、さお酒飲まずに座ったんだけどさ、マジうちはお酒飲まないとマジ喋らないよね、し、なんか一緒だな、一緒だぞ、なんかシーンってなってから飲むとか、ジュシャがどうしよう、飲んじゃうみたいな、ゆっこ来る前に勢いつけとかなと思って、うん、ちょっと飲んだんだけど、うんうん、そうだね、9時過ぎてるし飲おうか、うん、ちょっとさすがに、もうね、多分本当に多分すゆいちゃんって喋んないよね、昼間ね、喋んないね、思った、でもまあなんか無言でも別になんか入れるっていうの、まあね、そう、だから本当に仲悪いわけでも何でもないんだけど、うん、なんなら純ちゃんとか一番仕事の話よくするんだけど、確かに仕事の話するよね、めっちゃね、うん、酔っ払ってたら別に普通の話もするんだけど、そうね、うん、酔っ払わないと普通の話できないんだよね、しないんだよね、何なんだろうあれか、やかんない、うん、そう、酔ってない時にそう仕事じゃない話できない、仕事だったら喋れるんだけど、うん、だから普通の話できない、コミュ障、コミュ障実はできないのよ、コミュ障、そう、ゆいちゃん一緒だなって思ったのさっき、うんうん、そうだね、私もあんま喋んないね、来てからさ、すぐさノート出してさ、うん、ジュンちゃんさ、とか言って、そう、ゆいちゃん速攻仕事の話してきて、そう、うん、おーおーおー、いいじゃん、いいよね、うん、うん、その話終わった瞬間無言言わないとね、バカになれないみたいな、シラフでバカでもちょっとそれもそれでちょっと疲れる、うん、そう、そうだね、まあ、ゴルフも仕事も今年も頑張っていきたいなって感じで、頑張っていきたいなって思いますわ、はい、締めようかな、はいはい、はい、じゃあゆいちゃんちょっとお願いします、私私です、私です、私か、私か、うん、よろしくお願いします、私だじゃあ
この動画が、うん、いいと思ったら、チャンネル登録と高評価とコメントお願いします。はい。はい、うん、お願いします。お願いします。じゃあねー。